の中身は、なんでしょうなー。あれが入ってるので、リュックサックじゃないとダメなんです。よ、久しぶりだ。このアングルは久しぶりだ。イエーイ、わしタカラベです。ラベさんちへようこそ。早速ですけれども、今日は何をするのっていうところなんですが、意外とね、今までやってきてなかった企画っていうのをやってみようかなと思って、バッグの中身は何でしょうなー気になる気になってくれるか気になってくれたら嬉しいんですけど、結構 YouTuber さんってこのバッグの中ってこんなの入っとうよみたいなことを教えてくれたりするやん。でも俺全然今まで言ってないっていうのが、うん、あんまりみんな気にならんじゃないかいなと思ったりするけん。でもね、結構重たいと、いつもめっちゃ入っとっちゃん、こんなか。みんな何を入れとる？学校行く人とかはね、なんか筆記用具とかノートとかやと思っちゃうけど、まずこちらのレビューしましょうかね。俺ね、いつもリュックサックを空っとっちゃん。この中に入ってるのはもちろん、あれが入ってるので、リュックサックじゃないとダメなんです。そのあれっていうのをまず見てもらおうかなと思うんですけども。早速、こんな感じで進めていいとかやな。早速行きますよ。ババン！パソコンです！PC Mac でございます。 Mac はね、結構ほら、いろんなね、ほんと超 YouTuber って感じのステッカーいっぱい入ったやろ。ミヌロックやろ、ヘキトラヘキトラやろ、でブーさんで、アリシで 5AM ラーメンっていうのはね、ラーメンをいっぱい紹介するブログがあるっちゃう。海外の人向けのなんか英語で作ってるブログですね。で、ここ YouTube スペース東京 YouTube って書いてあってね、皆さん覚えてます？知ってますか？ベストメディア、ベストメディアって知ってますか？宝部出てたので、ぜひ知らない人はぜひ見てくださいね。で、これリベルタスですね。で、 PDR さんで、ヘキトラ。Google の、なんか、記念日的な感じっちゃろうね。ミノタウロスのライブに行った時に、一緒に対バンしてた方の、ステッカーいただいたので、これを貼っとうって感じやね。中を開くと、はい、リョウジタカラベのステッカーと、タカラベリョウジのステッカーを、一応ね、自分の貼ってますっていう感じかな。ちなみにこれね、ティモシーっていうね、ブランドのやつ、ステッカーあっちゃうけど、ちょうどなんかリンゴから生えとうみたいな感じで可愛かったけん、これ貼っとうって感じだね。あと、もうちょっとバカバカこうやってね、全部貼りたいなと思っとっちゃうけど、愛刀剣ね、ここね、このまた埋まってきたらまたみんなに報告しようかなって思ってます。パソコンがね、結構重たいったいやけんね、もうこれ入れとかんときついっちゃん。あ、ごめん、めっちゃ博多弁やね。最近ボイシーやりようけんさ、もうめっちゃ博多弁いい博多弁のまま喋っていいかいなこちら外付けのハードディスクが入っているケースでございます。エクストララージと、あとこれがね、エスケープフロムトゥモローっていうミッキーマウスっていうか、ディズニーで非公式で作られた映画のステッカーと、またアリシで、後ろ側にボロボロの宝ベリオージのステッカーと、カエル旅さんのステッカーですね。で、この中にはほい、外付けのハードディスクですね。これもう俺の中で命の次に、ま、Mac より、ま、パソコン、Mac も大切っちゃけど、こっちの方が大切やね。Mac はあくまでも編集をしたりとか、こっち側の方がもう、そのデータとかが入っとるのがこっち側やけん。もうめっちゃ大事っちゃ。こっち側にハードディスクやろ。で、こっち側にコードと、こちらですね、アイロックっていうやつですね。ちょっとここなく、先っぽのところなくしてしまったっちゃけどね。これ音楽ソフト、プロツールスっていうやつを、起動するときに必ずいる、やつですね。これがなくなったらね、そのパソコンの中にソフト入っとっちゃうよ。それが起動できんくなるった。そんなめんどくさいことせんでよくないと思っちゃうけどね。あと、ノートがございます。こっちのノートは歌詞を書いてたりとか、こっち側のノートは、こう、勉強したものをまとめたやつとか、幸せのかけらを取った時の、こうやってスケジュール表みたいなのをこうやって載っけたりとか、あと、全く関係ないけど、ミッキーマウスのね、サインもあると、やばくない？これ。やったね。やばい、これ本物っちゃん。これ本物なんよ、ミッキーマウスの社員。社員って、ミッキーマウスの社員ってなんだよ。ミッキーマウスの社員ってなんだよ。は？会社か？株式会社ミッキーマウスなの。何を言おう、俺さっきから。あとは歯ブラシ、油性ペン2本目ですね。どうしたんやろうね。はい、ボールペン、ひげ剃り、これ使えるか。わしのひげ剛毛やぞ。これ使えんじゃない、いつ使ったんお前。はい、香水、
これ香水ですね。これ俺これ使いよっちゃう。 CK ショック。これめっちゃいい匂いっちゃん。俺昔からこれ使いよってもうこれもうなくなってしまうけど、もう一回買い直そうかなって思っとる、あの香水ですね。これいい匂いっちゃん。もし男で、あの香水何買っていいかわからんって人おったら、ぜひちょっと見てみ、これ使ってみて。本当に俺は好きやね。これね、でもまだまだ中に入るった。あと他に何を入れるかっつったらね、例えば、そうやね。今の時期やったら、こういうジャケット。寒いやん、最近。寒いっていうか、あの、昼と夜の寒暖差がやばくない？昼めっちゃ暑いのに夜めっちゃ寒いみたいなあったりするやん。やけん、外に出るとき結構俺、あの、長袖のこういうジャケット、ちょっと薄めの羽織れるやつを入れとったりとか、あとは帽子やね。帽子を入れとったりする。で、ちなみに最近めちゃくちゃお気に入りの帽子はね、これですね。アマリリスの帽子ですね。これね、めっちゃいい。使い勝手がいいのと、あとさ、帽子ってなんかサイズ感があったりするやん。これちょうどいいじゃん。この辺わかるかいな。ここがね、こういう感じの帽子ってね、俺ね、めっちゃここ開いてしまったよ、ボコーって。けど、これそんなにあかんじゃん。わかるこれ。俺が言いたいことわかる？あの、頭がでかいっちゃろうね。頭がでかいとって、多分。いけ、ここがね、結構、こんなになったりするたい。わ、伝わる。伝わる。こんなになったりしたらもう終わりたい。サイズ感ね。これちょうどいいじゃん。で、デザインもさ、めっちゃ使いやすいやん。そうやけんね、これね、普通にめっちゃかぶる。というわけで、本日は、宝部領事の、あの、バッグの中身でございました。もし、いいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひ、よろしくお願いします。以上、宝部領事でございました。皆様のお帰りを、お待ちしておりまーす。では、また次回の動画で、グッバイ、さよなら、再見、アディオス、バイバーイ。